俺の名は新荒北仮面、うん、そう仮面をかぶりながらロードバイクにまたがるアラフィフの童貞強人チャリンコ YouTuber だ。口癖はオフパコで童貞卒業したい、いややばいんじゃないって話、マンドリルだよね。そんな強人新荒北仮面も平日の東京をロードバイクでサイクリングしていて、信号無視する輩が多すぎてびっくりくりくりびっくりマンドレル、いややばいんじゃないって話、マンドレルだよね。大都会東京、信号無視のバーゲンセール、道路交通法を守るだけでは己を守ることができない臨機応変な走りで、ドキュンな奴らから身を守る術を見つけるしかないんじゃないって話、マンドレルだよね。そんだけで今日は大都会東京をサイクリングする際、どのような危険に遭遇することがあるのか、そしてその危険からどのように身を守るべきなのか、そんなことを配信していくんで、最後まで垂れ流し動画ご視聴よろしく。マンドレル、ふぅ。あかんよ信号無視。あんあいつ大胆に信号無視した。左に寄せて止まれ。アイスマン、アイスマン呼ぶぞ、アイスマン。あなたは今信号無視されたの気づきました？って言われて、あ、あいつすげえ連続信号無視してる。ねえ、やばいね。多いよ、うん、ママチャリは信号無視上等みたいな感じ。お、ママチャリ大胆信号無視。あ、しなかった。そこもでも禁止だよね。信号無視しちゃったじゃん。
いや左待とう、右から抜くのは一応ダメだから。多分次のタイミングだね俺らは。早く曲がれよ、ゴー。あ、そのままいける、いけそうだね。あっちの建物の側に渡っちゃおうか。お、ジェントル、ジェントル太陽ちゃん、ジェントル太陽ちゃん右行こうか、右行こうか、軽く揃えてから。いいよ、やっと、やっともう住所が渋谷になってきたんじゃない？間に合わないなこれ。
お、電動チャリ、電動チャリ、完全な電動チャリ行っちゃった。自転車専用レーンが埋まっちゃってるじゃん。専用レーンだからそのまま突っ切れるよ。ここからなくなるんだ。ここまでだね。ここまで。これ左折専用レーンだったっけ。まさかの。やっぱヘルメットかぶってないとな、大都会東京、信号無視をするチャリンコ多すぎなんじゃないって話、マンドリルだよね。民度が低いって言われないように道路交通法を意識して走りましょう。あり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 、アリベデルチ、さよならだ。
荒北仮面。